神奈川県生協大会実行委員会は、新型コロナの影響で2020年度の生協大会の開催を見送っていましたが、各生協などの要望もあり、3月26日、関係者協力のもと、オンラインによる初の生協大会を開催しました。生協大会は、一人一人が大切にされる社会をテーマに、分かち合うこと、助け合うこと、そして共に生きることを目標に掲げています。開催に先立ち、パルシステム神奈川本木明美副実行委員長がオンラインでの進行に関する説明を行い、新型コロナ感染対策について万全を期して開催していますと挨拶しました。オープニングでは、神奈川県生協連東具新一代表理事会長がビデオメッセージで登場。私たちは協同組合の仲間として分かち合うこと、助け合うことを何よりも大切な価値観として持っています。すべての人が幸せに生きていける社会をどうすれば実現できるのか、みんなで考えていきたいと思っていますと語りました。この後、人権と個人の尊重をテーマに、東京都立大学教授で憲法学者の木村壮太氏による基調講演が行われました。新型コロナウイルスというウイルスに関する差別が、これから改善していくのか、もっとひどいものになっていくのかも予断を許さないところはあると思います。おそらく多くの人はですね、あ、こんなに軽い気持ちで差別ってしちゃうんだなっていうふうに、驚くと思います。軽い排除の気持ちが、すごく大きな社会問題を引き起こすんだっていうような目線で差別の問題は考えてもらえるといいかなと思います。講演後は参加者からオンラインでの質問が相次ぎ、木村教授は1問ずつ丁寧に答えていました。恒例の活動紹介では、地域の活性化、日頃の取り組みなどについて各生協が事前に収録したビデオが紹介され、風船をバトン代わりに使ったビデオの演出は大きな演出効果を上げていました。ユーコープ井上恵美実行委員長にお聞きしました。初めてのことでいろいろと大変でしたけれども、オンラインならではのメリットもあって、たくさんの人が参加してくれたと思っています。毎年集まって、寸劇だったりいろいろやるんですけれども、今年はオンラインということで、各生協30秒動画っていう形にしました。風船でつなげようっていうアイデアも私たち考えたんですけども、思いのほかうまくつながって本当嬉しかったです。今はバラバラでお互いが何をやっているか全然わからなかったんですけれども、知ることができたし、途中でチャットの中でもね、選挙紹介良かったですよってコメントいただいてすごく嬉しかったです。オンライン開催は今回初めての試みで、関係者一同緊張した面持ちでスタートしました。配信中は緊張感の連続でしたが、無事に大会が終了するとスタジオ内からは思わず歓声が起こりました。司会を担当したパルシステム神奈川本木明美副実行委員長は、今回生協大会で何を学習しようかという中で、やはりコロナのことも関してちょっと差別とか偏見とかそういったことを学びたいっていう実行委員メンバーの要望で、木村壮太さんがいいねっていう話になりまして、東日本の時もそうだったように、やっぱり一人一人の心の中には必ず差別する気持ちってあるのかもしれないんですけれども、それを試みることも大事だなっていうことを学ぶことができて、非常に良かったなと思っております。ほとんどの質問に木村さんお答えになっていらっしゃいましたね。なので参加された方にも十分満足されたのではないかなと思っております。通常はやっぱり会場で200人300人集まっていただいてやってるところは、今回オンラインということ で本当にこんな形で成功できて本当にありがたかったなというふうに思ってますし、やっぱ会員生協紹介のところでね、皆さんのところからもいろんな動画を撮っていただいてご苦労されてるんだなっていうのは本当によく分かって、つながりっていうのはね、動画の上でも表現されたので、すごい皆さんの、ね、工夫が伝わってきたなっていうふうに思って、温かい大会になったなっていうふうに思っております。